お前を独り占めしちゃダメ。人生って自分だけのためじゃないよね。無理のない範囲で頑張る、これが自分のためにも周りのためにもなるコツだと思いませんか。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。今回お送りするのはメインストーリーのシーズン0積載編です。警視庁捜査一課に服部班が結成された当時の裏話、まだまだ未熟な彼らの成長を追いかける話になりそうです。それではご覧ください。どうぞ。朝まで粘ったその日の張り込みは空振りに終わったものの、次の日の晩、陽さんと司さんが現れた星を無事確保。夏希主導で動いていたその山は決着した。この呼び名から察するに荒木田さん目線で語られてるようだね。その一方で通り魔事件の捜査は依然難航が続いていて、夏希本人の希望もあり、以降の捜査は夏希も加わって3人で進めることになった。まあ、通り魔っていうのはね、夏希くんが過去にお父様を殺されてしまった経験がありまして、その捜査からは担当外れていたんですが、ここからは3人で夏希くんも加わって捜査をすることになります。あの荻原涼介さんですね。日の当たらない薄暗い路地、警戒するように足を止めたそいつは、司さんが掲げた警察手帳に顔をこわばらせた。それで先日亡くなった上野試練のあずささん、石峰瞳さんについてお伺いしたいことがあります。キャバクラか何かかな。ご同行願いますか。逃がすかよ。ギビスを返して荻原が走り出すのとほぼ同時に駆け出す。だよ、離せ。おい、質問に答えろ。一気に距離を詰めてその腕を掴むと、後ろから夏希ののんきな声が聞こえた。おお、相変わらず足速いや。どっかエンジンついてます？夏希、おしゃべりは後にしてください。失礼しました。俺じゃねえよ。うるせえ。じゃあなんで逃げたんだよ、暴れんな。いただそうせ、あまり手荒にしないように。荻原さん、ご同行いただけますね。しねえよ。そこをなんとか。逮捕したいなら令状出せよ、令状。ご同行願いますかって言ってるとか、そこで自供させて初めて逮捕をさせるっていう流れですからね。すぐ出さないってことはんなもんねえんだろ。晴らせよ、同行なんかしねえからよ。そうですか、それは少し困りましたね。逃げた時点でやましいことがあるって認めたようなもんだろうが、往生際悪いんだよ。なんだよその目は。まあまあ、創生さんも荻原さんも落ち着いてください。あ、ヘラヘラ笑いながら歩み寄ってきた夏希はそのまま俺と荻原の間に割って入った。すみません、うちの先輩目つきが鋭くって。なんだお前。あ、菅野って言います、警察です。任意同行は拒否できるとか令状のこととか詳しいんですね。でもそんな風にわめいたところで逃がさないから。あのさ、本気で逃げたいなら俺たちを殴ってでもこの場を離れないと無理だよ。夏希、もしかしてこいつ挑発してますね。なあお前、もう 99% 終わってるからね。おい、なぜ。嫌な予感がして夏希の肩を掴んで一歩下がらせようとするより早く、荻原が腕を大きく振りかぶり、夏希はそれに合わせて一歩前に出た。バカ。あ、大丈夫ですよ、俺は。
一瞬よろめいたふりをした夏希は相手の腕をがっしり掴んでいた。まあお前は全然大丈夫じゃないけどね。こういう脅し的なやり方ってグレーですよね。結構は？はーい、暴行罪です。いろいろ詳しいみたいだから知ってるよな。現行犯は令状いらないって。まあこれで同行を強制的にさせるってことね。じゃあ今の一発で 100% だよ。そうせ、司さん。一通りのことが片付き、廊下のベンチでぼんやりしていた俺に声をかけてきたのは司さんだった。ここにいたんですね。どうぞ、陽さんからです。差し出された缶コーヒーを受け取って開けずに脇へ置く。すぐにどこかへ行くと思った司さんはそのまま俺の隣に座った。あの、彼と現場に出る機会がまだあまりないもので把握していなかったのですが、夏希はいつもあの調子ですか？明らかに黒のやつに任意同行をごねられた時、わざと公務執行妨害を狙ったって話は聞いたことありました。でも見るのは初めてです。そうですか。そのバディってこのまま固定なんですかね？まあ陽さんからは何も聞いていませんね。うん、そんなにやりづらいですか？いや、やりづらいつうか嫌です。まあ夏希くんとしてもね、通り魔の件になると自分の親の件があるから、ああいうね手段を選ばない行動を取ってしまうってことなんですけれども、まあそれを汲み取った上でも嫌ってことなんですかね。まあそれを汲み取った上だからってことですかね。あいつと組むのは嫌だ。考えて出た言葉はそれだけだった。それ以上他に何と言っていいかわからない。そうですね。この間の深夜の張り込み以降、創生の夏家の態度がどこかおかしいとは思っていました。あの夜何かありましたか？別に何も。では。ありませんでしたか？はあ、そうですか。話は変わりますが、今夜は小林さんのお宅へその後の様子を聞きに行く予定です。まあ、この小林さんというのが通りまで、まあ、今回追ってる事件の被害に遭った方ですよね。一緒に行きますか？え？まあ俺一人でも問題ないので帰っても構いませんが。いえ、行きます。わかりました。この人も何考えてるかよくわかんねえな。周りなんかどうでもいいって態度だったのに、最近は妙にどうでもいいこと聞いてきたり。ところで、ちなみに手土産にモンブランを買う予定なのですが、どこかいい店を知っていますか？うん？モンブラン？ええ、大志くんの一番の好物だと聞いたので。好きな絵本に出てくるモンブランが理由だそうです。もぐもぐもぐら知っていますか？いや、絵本読まないんで。読書家ではあるんですけどね。なるほど、それもそうですね。マジで何なんだこの人。つうか、いつそんな雑談する余裕が。いや、そういえば聴取の合間に二人で喋ってたの見かけたな。あの司さんもそういうことするんすね。おや、意外ですか？そうすれば愚痴に出せない分顔が正直ですね。俺は周りからどう見えているかは知りませんが、子供は苦手ではないんですよ。弟がいたので。いたのでって過去形？まあ訳ありっぽいんですよねこの話。クライナー。ただいま。玄関のドアを開けると、いつものように行儀よくクライナーが座って待っていた。しつけがしっかりされてますね。目一杯尻尾を振って迎えてくれた最愛の家族の頭を優しく撫でる。今日もいい子にしていましたか？
なんて聞くまでもありませんね。ええ。お腹が空いたでしょ。すぐに食事の準備をしますね。そう言ってキッチンへ向かおうとすると、うん、クライナー、どうしたんです？行く手を阻むように寄り添ってきたクライナーは俺の顔を見上げ、じーっと見つめてくる。そうか。お前は本当に賢くて優しい子ですね。ありがとう。しゃがみ込んでそのしなやかな体をそっと抱きしめる。俺は大丈夫ですよ。ただ少し昔のことを思い出して懐かしくなっただけですから。ひんやりとした鼻先が頬を優しくつくようにすり寄せられる。ゆっくりと目を閉じて、まぶたの裏に浮かんだ二人が笑顔だったことに安堵した。後悔してもしきれない。憎しみも悲しみも尽きる日はきっと来ない。それでも自分が持ち得る力は全て人を助けるために使うと決めたから。賞賛も理解も多くは求めない。この力を行使できる環境を整えるために必要な分だけあればいい。仲間はいてもいなくてもいいし、足手まといにしかならなければいっそいない方がいい。すべては一人でも多くの助けを必要とする誰かの手を取るために。まあ、こういう思想だからこそ荒木田さんは意外って言ったんですよね、さっき声かけてきたことに対してね。夏希もその思いは同じのはず。まあ、それは夏希くんも同様ってことですよね。それだけではないから厄介なのだろうが、助けること以外を考えなくなった夏希の無茶以上の選択肢、まあ、それは通り魔事件が関わるとってことですよね。随分と遠回しな言い方だが、要はその時が来れば己の命すら惜しまなくなるということだろう。まったく、どう扱ったものか。まあでもね、陽さんからは次期捜査一課長を目指してねって話がありましたからね、部下を面倒見るっていう目線になってきたのが朝霧さんの変化ですよね。相槌を打つようにクライナーが小さく泣いた。その愛らしさに心がぬくもりとともに溶けていく。そうですね、頭を悩ませるのは後にして、まずは食事にしましょうか。まあそうね、そういう食欲とかね、睡眠欲とか満たすことが悩みをね、結果的に解決することってありますからね。おいで。急に呼び出してごめんね。菅野美守さん、久々の登場だね。夏希くんの育ての母であり、陽さんの上司でもあり、黒幕的なキャラクターでもあります。やれやれ。今更ですか。いつものことだから謝らなくていいって理屈はないでしょ。ザ・いい女って感じですけどね。いやー、噂によると謝って済むなら警察はいらないそうで。ほんと、ああ言えばこういう男ね。昼時を随分過ぎた午後3時、店内に俺たち以外の客はいない。向かいで三森さんが笑い交じりのため息をつくのを聞きながら、また一口そばをすする。そういえば服部藩作ったんだって。また面白いことして。俺は面白がるために作ったわけじゃありませんよ。当たり前でしょ。そんなカジュアルな理由で捜査一課長に班長になられたら上も下もたまんないわ。調子はどう？まだなんとも。お宅の息子さんを含めて問題児揃いなもんで。あはよかった、問題起こしてるのはあの子だけじゃないってことね。そこはポジティブに捉えるんだね。やっぱり木を隠すなら森に限るわ。否定してあげないお母さん。ふん。隠れてはないですけどね、まったく。陽に比べれば夏希の悪目立ちなんて可愛いものでしょ。どっちか一人を自分の班に入れなきゃいけないって言われたら、まあどっちも嫌だけど。
でしょうね。ここも否定しないんだね。まあそんなわけで今のところはまだチームにすらなってませんが、この間の話が現実になる頃にはそれなりに形になってるんじゃないですかね。これは後のスタンドの話ね。それは頼もしい限り、まあ後のそのスタンドの創始者になるのが三森さんです。服部班はあの話を見据えての結成ってこと？いや、まさか夏樹を呼んだ時点で面倒は見るつもりでしたよ。まあ三森さんから直接あんな話があった以上のんきにもしていられないので、少し時期は早めましたが、まだ数年先だから準備は急がなくていいって言ったはずだけど。はいはい、三森さんの急がなくていいはできる限り早くでしょ。いやーね、人をせっかちみたいに。そう、気長でのんきな人間はまだ絵に描いただけの餅のために部下をせっついたりしませんって。嫌味を言いますね。どうせ書いた責任取るんだから情報共有は早い方がいいでしょ。私がやるって言ってやらなかったことあった？うん、いいえ一つも。警察でもマトリでもない第三の捜査機関で何のためですか？説明したでしょ。警察とマトリそれぞれじゃ手に負えないコールドケースの解決を。はそういう建前で作るって説明は聞きました。本当の目的を聞いてるんです。本当の目的？はあ、あのねよ、確かに何事も疑ってかかるのが刑事の仕事だけど、そうやって何でもかんでも勝手に深読みして考え込んでるとハゲるわよ。と言ってもね、後に法で裁けない人間を抹消する彼女なりの尖った正義であることが明らかになるわけですけどね。じゃあハゲたら責任取ってもらいましょうかね。そんな会社ある？俺をこう教育したのは三森さんですよ。自分の髪くらい自分で守ってくれる？はあ、それにしても服部班か、あの生意気ひよっこのようがね。どんなチームにするつもりなの？どうしたもんですかね。少なくとも菅野班とは全く別物になるでしょうが、菅野班はね、菅野三森班、陽さんも昔所属していた班になりますよね。そりゃそうでしょう。うちは実質頭が2人いたようなものだから、まあ、これはね井田正義さんが絡んできます。まあそうですね。陽が目指すチームの形当てようか？うん、当てたいならどうぞ。普段だったら陽さんからクイズを出す側なのにね、先んじて言ってくるあたりが三森さんだなって感じがします。俺の返事に笑って魚の骨をきれいに外しながら三森さんは続けた。3人がそれぞれ独立して自分の足で立ちチームを支える。自分はリーダーとしての指示とサポート、必要に応じて立役はこなすけど基本は後ろで眺めていたい。最終的には用抜きでも機能するチームだ。ふん、さあどうですかね。お、明言はしないんだ。8割ってとこか。お、手応えね。やっぱり女神というより魔女だな。何にしても思うようにやったらいいわ。言うまでもないと思うけど、古い約束に縛られる必要ないからね。何？急に何の話ですか？今頭をよぎったそれの話。何の話ですかね。だからこの名前を背負えるところまで背負っていこうと思っている。これは井田正義さんの言葉ですよね。正義と書いて正義と読むんですよね。
箸を置いて湯飲みを取る。責めるでも哀れむでもない、ただしたたかな視線を無視して生ぬるいほうじ茶を味わった。もう一方的に破られてるようなものなんだから、守る義務もないでしょ。まあ七死事件の実行犯として逃亡してるって立場ですからね、井田正義さんは。さあ、本当に何のことやら。約束なんてしていない。背負えるところまで背負う、あの宣言だって別に破られたわけじゃない。七死事件の実行犯となったのもね、理由があってのことだろうと思っていたわけだよね。ただもうあの時のあの人はいない、それだけの話。ところでこの間の飛び降り確保以降、とりあえず大怪我の話は聞いてないけど、あの子最近は元気におとなしくしてる？元気におとなしくって矛盾してるようだけど彼には通用するね。まあ元気は元気ですよ。知らないうちにできた青あざだのかすり傷だのは相変わらずあちこちに作ってますけど、その程度で済んでるなら同じかな。やっぱり陽に預けてよかったわ、ありがとうね。いや、たまたま何もないから今は元気なだけで、俺の言うことなんてまるで聞いてませんよ。私の言うことなんかもっと聞かないもの。まあそれが母親との関係性って感じもするけどね。何度言っても引っ叩いても蹴っ飛ばしても、次死にかけたら殺すわよって割と本気で脅してもダメだった。冬美先輩も古谷さんもおっとりした人だったのに、なんで夏希はああなったんだか。は、育ての親に似たんでしょう。皮肉るね。否定できない悪口やめてくれる？これでもかなり責任感じてるんだからって。電話だわ、ちょっとごめんね。言いながら席を立ち、ポケットから取り出したスマートフォンの画面を見た瞬間、三森さんの顔色が変わった。よう、今日夏希は？それは非番です。そう、ってことは一人なのね。まさか。電話どこからですか？ご想像の通り病院でしょうか。私がこの世で一番出たくない番号からよ。そういう言い方をするんだね。というわけでここまでがシーズン0の最新話となります。続きは更新され次第で実況していきますね。まあ、ステージ100まで来ましたが、この先はまあ順当にいけば警視庁編後編になりますよね。おそらく通り魔の犯人を追って休日にプライベートで一人で乗り込んで怪我して病院送りという描写なのかなとは思いますが、実際のところはどうなのでしょう。続きを楽しみに待ちつつ、今後も男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。